い、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、あなたの鬼畜不動産営業担当のおかみさんでございます。内覧会の途中、昨日から内覧会をやっておりますが、この、なんでしたっけ、アーミーバイオロジカルセンター。もう、めちゃくちゃ人がいるところね。めちゃくちゃ、あ、待って、ここ空いてんじゃん。え、ここ空いてなかったよね。ボタンを押したから開いたんだ。ああ、待って。はい。ということで、前回の動画で、ここ鍵閉まってて、で、ここも鍵閉まってたんですけど、向こうにあるボタンを押したところですね、大量に敵が出てきて、ここと、あそこのドアが開いたみたいな感じですね。うん。この辺、この辺のトイレも開いたんですけど、昨日の動画見た人ならわかると思うんですけど、トイレの中にめちゃくちゃ人がいました。なんでやねんっていう話が。そんなに、ちょっとツレーションしすぎじゃねみたいな感じはあったんですけど、はい。とりあえず、どっちに行っていいかわからないんで、あれでも上に上がる。あ、待って、これでもこっち行けってなってるから、こっちは行き止まりなのかな、開いたけど。ねえ。向こうに行けっていうことは、こっち行っちゃいけ。いや、でもいるな。普通にいるな。普通にいるな。とりあえず一旦出すか。一旦やるか。ちょっとデブはね。おデブちゃんはちょっと倒すの楽なんで、足遅いからね。行き止まりなのかな？行き止まり臭い。あ、でも開いてるな、ドアは。ドア開いてますね。じゃじゃん。あれ？見覚えがある。あ、そういうこと。あー、なるほど。最初に来たとこだ。あー。で、ここに、ねえ。あ、もう開かないんだ。ここね、昨日の動画見た人ね、ここ開いてたからさ、ここ入ったらさ、床抜けて、そして鍵かけられるみたいな。どんな罠やねんっていう。あ、そういうことね。一応、ここから帰れるよっていう話か。これは閉まってんな、やっぱりね。ああ、なるほどね。OK。じゃあ、帰りはこっちから帰ればいいんだ。ということで、じゃあ、やっぱここ行くか。この死体だけちょっと潰したいね。死体だけ潰しておきたい。これ。ここを走って逃げなきゃいけない可能性が大いにあるので。よいしょ。めっちゃタレット置いてあるけど。いる？いないわけないよね。絶対いるよね。いないわけないんだ。あ、いるわ。あ、ナースがいる。ナース、研究員か。こっちにもいるけど。うわ、びっくりした。あ、研究員だけならなんとかって言おうと思ったら、うわ、ワイといるのか。研究員だけならなんとかなるわと思ったけど、全然そんなことなかった。全然そんなことなかったわ。ああ、向こうの人たちも来た。あそこのワイとは出れないのか。来た。あそこ、待って、ここのワイとは出れないのか。出れないんだ。いや、なんか、ガラスの質が違うけどね。あいつはほっとくか。もろと座ったら。これは、開いとるやないか。開いとるやないか、お前たち。ここも開いてんの？開いてんじゃん。怖い。ちょっと動かないでくれる。生きてんのかと思うじゃん。動くなよ、ピクピク。怖えな、お前。どこ？出てこい。出てこいよ。よっしゃ。じゃん。もう壊されて、壊すの早いな。OK。ワイトの足音してるけど、あそこは、ここでしょ？さすがに壊れんやろ、これ。さすがに壊れんやろ。壊してやるか、一箇所。もう壊れそうだ。もう壊れそうになってる。早く、殴るか。殴ってやる。どうせ出れないやろ。やろう。ボテ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 。汚染じゃないからね。
倒せるやろ、殴りでも。よっしゃ、オッケー。実験にされてたの、この人たちね。実験にされてたんでしょうか。じゃん、蜂蜜とかあったら持って帰りたいというか、予備で欲しいとこだけどね。さすがにないか。スイッチとかは別にないんですね。まあ、スイッチとかはなんかなさそうだね。ヘビ飼ってんの？スイッチとかはとりあえずここは地雷があるんで、あんまり近づかないようにしましょう。靴の棚ね。この中に金庫。じゃん。ああ、はいはいはい。ああ、はいはいはい。まあ、漁るもんはいっぱいあるんだね。さすがね。はい。ああ、ちょっとまあ、水は飲むとして。これは？お腹空いてるからご飯欲しいね。ご飯。誰かさっき、なんか、豆持ってたね。豆。グリーンピース。グリーンピースでも食べるか。じゃん。まあ、ご飯一応持って、来てるけどね。確かね、確か持ってるよね、ステーキかなんか。これ持ってなかった？あ、持ってるよね、一応ね。食べようか。食べようか。ここも開いてんだ。金庫ある。至る所に金庫はありますね。あー、あんましいいものはない。あんまりいいもの入ってない。あー、すごいね、ここね。ケミステとかあるけど。あ、釘。じゃじゃん。ああ、こうなってんだ。これは開いてる。ボタンを押したら閉まりそうだね。ああ、なるほど。あれあれ、ああ、はい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 。ペインキラーめちゃくちゃいっぱいあるね。ペインキラー大量にあるな。ああ、はい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 。はい。はい。はい。あ、こう使えんのこれ。使えるんだ、これ。へぇ。上に財布がある。バカ。あ、こんな、そう、なるほど。開けると中の薬だ。なんかあされる。あ、やった。蜂蜜だけ。ちょ、蜂蜜欲しい。蜂蜜欲しいよ。もうだって2つぐらい飲んじゃったもんね、俺ね。これはガラスがあるのか。フォートバイト欲しいね。飲んじゃうか。ちょっと、まあ、これは、これはまあいいや。よっしゃ。フォートバイト飲んだから100人力じゃね？ここは閉まってる。あれ？閉まってんじゃん。あ、これか。これ押すのか。開いた。ここは閉まってる。あ、代わりにこっちが閉まるんだ。なるほどね。うわ、いるいるいる。あそこにもスイッチあるね。はず、待っていい？待っていい？ハズマットがバカで助かった。ハズマットがおバカさんで、ああ、賢いハズマットもいる。あ、研究員は、研究員は頭が回るらしい、やはり。OK。 じゃん。フォートバイツは5分か。そんなに長くは持たないんだね。よいしょ。これなんか M60 さ、スコープの感じが違うよね。これね、ほら、スコープ遅いよね、なんかね。こっちの方が早いよね。ほらね。あれ？OK。まあ、それはいいとして。M60 だって今回使うの初めてだもんな。拾ったけどさ、フェラルフォード用にしようと思ってしまってあったんで、今回初めて引っ張り出してきました、この番外編で。はい、ということで、じゃん。じゃん。オイルとかだね。あー、そういう感じね。じゃん。あー、なるほどね。まあでも全部集めたら結構なかなかのね、なかなかの量だよね、多分。全部拾ってったらね。あ、こっち行けんじゃん。あれ、こっちにもなんかドアなかった？これ押すと開くんだ、多分。こっちは？
あれ？もういないの？もういないと見せかけて上から落ちてくるとかね。いや、いないな。これいないな。これいないパターンだね。ああ、なるほどね。死体安置所だ。死体安置所。おお、何の、アーミーバイオロジカルだから。まあでもここ開けてみるか。落ちったな。で、向こう閉まったの？閉まってない。一応逃げることはできる。退路は確保しております。はい。わあ、ボルトドアがたくさん開いている。ハッチもある。施錠済み、解除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 済み。一箇所だけ閉まってんだ。施錠済み、施錠済み。ああ、ここは全部閉まってて、これ開いてる、開いてる、開いてる、ここ閉まって、ここだけ閉まってるんだ。じゃあちょっと自分、あ、何？自宅？こんにちは。あ、そういうこと？居住スペースなのか。居住スペース？居住スペースっぽいね。スイッチとかは別になさそう。居住スペースって言ったって、このベッドの横にトイレあるのはいただけないね。ちょっとね。ねえ。あんな下に写真あるけど。あんな下に。壊れた。へえ。こんなドアつけてるぐらいだから、独房なのかな。隔離してんのかな。なんか感染者とかを。うわ、なんだこれ。何これ、スピーカーの部屋だ。うわ、これは、これはえぐい、この部屋は。この部屋はえぐいで、死んでるじゃん。そして、それは死ぬわな、こんなの。うわ、これは、頭がおかしくなりそうだ。何を叫ばれるんだろう、この部屋。嫌だね、嫌すぎるな、それは。あれ、ここは何？あ、ここ制御室みたいな感じ？待って、これ。ダーストラップじゃん、これ。ダーストラップやないか、これ。ダーストラップ出るんだね。あ、でも別になんかボタンがあったりするわけじゃないのね。へえ。こっちから出るの、ダーストラップ。あ、ダーストラップ置いてあるわ。ほんとだ。施錠済みということは、ここも閉まってるよね。ここも閉まって、ここに行くしかないのか。待って、はしごある？はしごあるね、一応ね。はしごがあるということは、一応、戻ってこれるけど。あ、スイッチあるね。スイッチ、スイッチ押すの怖いよね、でもね。スイッチ押すと、ドーンって爆発して、ゾンビいっぱい出てくるみたいなパターンが、今のところ2、3回あったよね。回数覚えてないけどね。はい。まあ、押してみますか。開いたね。開いたぞ。あ、ここが開いた。あ、めっちゃピカピカしてる。そして貞子がいる。え？ちょっとあの、チカチカ苦手な人、閲覧注意です。はい。うわー、めっちゃチカチカしてる。あれ、でも別になんかさ、スイッチがあるとかじゃないんだね。うわ、ここの、このいう部屋もなんか、あの、無響音質というか、なんか、あれ、反射しない、音が反射しない部屋じゃないの、これ。ねえ。え？貞子の声がしたような気がした。気のせい？ちなみに、あ、開いてる、開いてる。あ、こっちは閉まってんだ。ダンストラップの部屋は閉まってんだ。こっちか、じゃあ。こっち行くべきか。おお。ここは、誰もいない。相変わらずめっちゃカメラついてる。至るところにね。至るところにカメラ。あ、でも誰もいないな。開いてるけど。最大ゾンビ数をオーバーしたか。最大ゾンビ数オーバーしても、あっと階段がある。
え？爆発した誰か。階段があって、ここも誰もいないんだね。上からなんか出てきたりとかしないんだろうね。カメラある。あ、でもここはもうなんか棚も何も入ってないから、使ってない部屋みたいな感じ？ああ。どこにでも入ってね、習慣家庭料理ね。どこにでも入ってる。じゃあこれ上がっていくべきなのかな？じゃじゃん。開いてる。こっちは閉まってるんだ。おお、なんか制御室っぽいとこ来た。フォートバイツの効果は切れた。あ、スイッチあるね。スイッチあるぞ。そして誰もいない。あ、誰もいないわ。誰もいないけど、あの、ねえ、押すとさ、押すと出てきたりするからね。あ、いた。ほほう。ほほう。こっちですか？こっちはまだなんか置いて、あそこになんか、ドアついてるけど。わわ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 、どこ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 、あ、そういうこと、待って待って、後ろにいる、後ろからも来た、マジか、物量物量がえぐい、こんな狭いところでやめてくれ、やめてください、こんな狭いところで、ちょっと待って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 待て待て待て、出たい出たい出たい。お前たち加減というものを知らないのか、お前たち加減というものを知らない。おいしょ、また感染した。そりゃそうだわ、そりゃするわ。本当に困った、困った物件やなこれ、マジで。頭なくなった。ここは素直にオートバイトを一杯飲みまして、よいしょ。いい加減にしろ、お前たち。まだ走ってくるの？まだ走ってくるのか？まだ来るけど。あは、まじまじ、たまない。あ、たまない。両方たまない。よいしょ。大変なことになってる。ちょっと。よいしょ。えぐいな、マジえぐいな。これ使えなくなったんだ。あ、前から使えなかったっけ。なんか捻挫もギブスで治ったような気がしたんだけど、あ、 11% だからちょっと1個じゃ治らないな。ビタミン剤も飲んで、はい、救急キットはまだ予備があるんで、まだって言ってもまだ救急キット何個使うんや。加減っていうものを知らないのか、君たちは。本当に。全く。困ったもんやな。何人いた今。何人いたんだ今。とんでもない量いたけどね。本当に。ここなんで。あ、下に行けるんだ、これ。下ってでも今、歩いてきたとこだよね。多分ね。あ、ですよね。今上がってきたところ、あ、それで後ろから来たの？こっから落ちて、あ、足痛い。こっから落ちたやつが、はしごを上が、階段登って、後ろから来たって感じ？そういう感じ？そういうこと？そういう罠？挟み撃ちするために、あそこのはしご、はしごっていうか、穴開いてんのかな？ねえ、すごい計算されてるね。めちゃくちゃ計算されてるじゃん、それ、本当だったら。じゃん。あ、ご飯食べよう。これも持てる？あ、もう持てないね。じゃあ、まあ、こういうのとかいらないんだよね。まだマグナム弾のがいいわ。ちゃんとリロードしよう。あ、もう600発しかないじゃん。2000発以上あったのに。これはちょっとえぐいね。弾なくなるわ。その代わりに通常の 7mm 弾を拾ってるような気がするけど、それでも大して拾ってないな。とりあえずこういうのは いらないもん、ちょっと整理するか。あー、そんな感じ。まあ、なるほどね。一応ね、SMG も持ってきたんだよね、こいつ。弱っちいけど。
SMG の弾はだからね、あの9ミリだから9ミリいっぱい持てるからいっぱい持ってきたんですけど、一応いざという時のためにね。ちょっとだいぶきついもんがあるなこれ。マグナム弾もいっぱいあるけど、マグナムは連射できんからなねえ。あとなんかこういうところに弾入ってないの？入ってたとしても、あ、そうだよね、入ってたとしてもそんな感じの弾だよね。あ、ここにボタンあるじゃん。あれ押したっけ？あ、ここ押してこれが開いたんだっけ。そうそう、思い出した。あそこにドアがあって、ドア開いてるんだけどね。トウ痛い。これ見たっけ？これ見たな。あ、向こうにも行ける。こっちは、あ、こっちも行ける。ただもうこの辺のやつは出てきた後でしょう多分。あ、待って、懐中電灯ついてる、消えてるけど。あ、こっち、ああ、ここはだから繋がってんだこっちと。あ、なるほどね。救急キットとかないんですか？あ、そう、銀塊入ってた。救急キットとかはないのかな。そういうなんかそういうのあったら持って帰りたいけどね。グルーか。ああ、医療品ないね、あんまりね。棚を開けると習慣勝てる。棚を開けると習慣勝てるみたいな。ベストセラーすぎるやろ。ベストセラーがすぎるわ、習慣勝てるより。ちょっと売れすぎじゃない？なんかね、めちゃくちゃ売れてんじゃん。じゃん。あー、でもなんかなかなか救急キットとかはないんだね。足がさ全然治らないけど、こんなことやってるから。じゃん。あ、ないわ、なかった。あ、爆笑、見えてるとこあれだね。ということは、音2分。ということは、やっぱこっちだね。この電気ついてるからね。こっちだわ。あ、あそこのボルトドアが開いてる。あれ？こっから来た？来てないよね。ここにワイトがいたと思う、多分。ここでワイト飼われてたんじゃないの？ねえ。そんな気するよね。ああ、棚はめちゃめちゃいっぱいあるけどね、これね。この辺全部あされるんでしょ？全部あされるらしいよ。おっと、なんか、もやってるぞ。あれ？お宝第1便。何これ？密造酒か。密造酒ね。酔っ払うからね、でも、ね。うわ、マジ。ああ、嘘でしょ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。どこにいるの？いた。ダンストラップの部屋まで落ちたぞ。ダンストラップの部屋まで落ちちゃった。3枚。これ、ここにボタンがあるけど、ボタン、ここが開くのかな？あ、でもこれ開いてるよ。開いてる。あのボタンは何なんだろう。この先の。上オッケー。どっから出てきたのお前。上か、上から来るんだ。これが閉まった、開いてるやん、ね、あれ、あ、ここは閉まってんだ。さっきのボタンが、おお、何何何、焦げゾン。さっきのボタン気になるけどね。やば、吊るされてる。こんな人初めて見た。あ、そこが開いてないとか。え、めっちゃ照らしてるけど。開いてるじゃん、でも。開いてるわ。あれ、行き止まりだ。あ、鍵がある。どこの鍵だろう。まあ開けてみるしかないか。開けた。
この人は何なの、この人何なの。安らかに眠っておりますね。安らかに。まあいいか。あ、こっち、こっちから来たよね。こっちか。そう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 。もう物量がいちいちえぐいからな。うわ、警官、警官どうした？あ、来た。頑張れ。どこ？上から来んの？上から落ちてきてる。ああ、来た来た来た。上と繋がってんの？あ、出てきた。痛い。どうやって叩いたの今。今お前どうやって俺のことを叩いたんだ。静かになった。上から落ちてきてたね、今ね。上、あ、こんなになってんだ。あ、なるほどね。この人の上開くんだ。ああ、はいはいはい。バカ。わあ、ちょっと待って、いいの入ってんじゃん、これ。これは持って帰ろう、ぜひとも。包帯は、使って、これ、1個使ったから補充。レコグも補充。ビタミン剤も補充。いや、これはいいもの入ってた。で、ここ、足治ったね。ここは鍵開けたので、ここが開いたんだよね、多分ね。ここが開いて、ああ、この上から落ちてきたんだ。なんという罠。なるほどね、上からみんな降ってきたんだ。で、あ、こっから上がっていけと。ここは閉まってる。へえ、これはもうされないんだよね。あ、上はされるのか。じゃん。マグナム弾か。なるほど。なるほど。これなんだろうね。このまま殴るか。じゃん。あ、いっぱい入ってる。はい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 。今、まあ、これいいか。ここは閉まってるんだ。で、こっから上がっていけと。うん、修理するか。よいしょ。なかなかだね。もう弾が弾なくなりそうだ。弾がなくなって死にそう。弾なくなって死ぬパターンじゃないこれ。どこだここ。あ、ここにいっぱい待機してたんだ、ゾンビたちがね。で、こう開いて続々落ちていったという感じだね。ああ、そういう感じだ。なるほど。で、どこ照らしての？向こうか。向こうに行けと。開いてる開いてる。うわー、こう紛れてるけど。紛れてるけど。死んだの？感染しています。OK。11% だから治らなかった。1本じゃ。2本目投入。3本飲まなきゃ治らないね、多分ね。これはちょっと潰したいとこだね。この死体はね、またここをさ、走って逃げなきゃいけないかもしれないんで。あれ？階段がある。ここは？あ、閉まってるということは？下ですか？え？閉まってるけど、漁れる。漁ったところで、みたいな。あ、ここ、待って。ここでボタンか。あの、押してこなかったボタンが生きるのかな。押してくるか。どこだっけ。このボタンなんだろうって言って押さなかったやつどこでしたっけ。あ、これか。これだ。ついた。電気が。なんか上にさ、あ、上に、あ、上のお宝拾ってたっけ、そういえば。はい、電気、あー、結構電気ついたよ。いっぱい。
はいはい。で、ここ上がって、あ、じゃあ待って。ここ上がって、こう行く。ここはついてないんだ、電気。あ、でも結局閉まってるんだが。結局、まあ、どっかにスイッチがあるのか。どっかにスイッチがあるっぽい？ひょっとして。どっかに、ちょっと探していきましょうか。おとっと。あ、こっち側はついたけど、正常済み？電気ついてるけど正常済みなんだ。これだけ消えてる。ここね。あれ？ここに落ちることできる？ひょっとして。ここに落ちることは、この下か。あ、落ちれないね。あ、落ちれないな。あ、そうなんだ。あ、そうなのね。ポテッと。ちょっとスイッチ類を探しますか。今、ここから上がってったよね。これ上がってきました。で、おっちゃんのいるところに鍵があって、鍵は、ここね、鍵があったんで、鍵は開けました。鍵開けて大変なことになったよね。さっきね。鍵を開けたことによって大変なことになったと。ここめっちゃ電気ついたんだけど、電気ついたはいいけど、ワイトどっから出てきた？ここからで、あ、そういう感じか。上に行けるわけじゃないのね。ああ、別に何もないな。何もないね。押したら消えるんだ。ただ電気つくだけ？ただ電気つくだけですか？まあ、つけとくか。施錠済みだ、こっちは。こっから、上がれないな。上がれないな。どうするんだろう。行き詰まった。行き詰まっ、何かでも、何かあるはずだ。探すんだ。何かあるはず。探すんだ。ここ開いてないでしょ？こういう、なんかこう隅っこにさ、ないな。あれ？ないわ。ここ上がると、こうなってて、まあ、あるとしたら、これだけなんか変な。あるとしたら、この奥の方とかね、ないか。ないな。あ、ないね。なんもないな。おっと、行き詰まりました。さあ、どうする？さあ、どうする？どうする？ここに電気ついてるから、こっち行くんだろうけどね。ねえ、ここ壊すのか。こっから見えるところにスイッチがあるとか。見えるところにスイッチがあるわけではない。まあ、壊れそうだけどね、簡単にね。あ、やっぱり簡単に壊れるんだ。じゃあ壊していく感じなんだ、これ。なるほど。破壊して進めということでいいのかな。じゃん。いるじゃん、まだ。あ、いるいる。爆発してる。あー、こっから来そう。あー、そっから来んの。そっから来んの。どっから来んの。数減らしたい、ちょっと。数は減らしたいぞ。死んだの？あー。不合不合。めっちゃ血出てますよ。そんなに、いた。いつの間に出てきたの？
いつの間に出てきた。あー、あの中に、うわ、地雷あるじゃん。この中にも地雷ありそうだけどないのかな。怖っ。あそこにはとりあえず地雷はあるな。ここね、ここにはあるんだ。開いてんのこれ。開いてるわ。オッケー。地雷は処理したいところだけどね。食らうかな。弾がもう弾の残りが乏しくなってまいりました。はい、 OK OK。 ここは金庫があるだけか。まあ金庫もね、あさりにちゃんとあさる人だったら欲しいでしょう、多分ね。私今日はあさらないので。あ、ダーツトラップまたある。でも動いてないから、こっち行けって話。で、電気、あ、待って、そこにスイッチがある。あれでダーツトラップ起動するのかな。ダーツトラップ起動するかもしれないね。それはそれでえぐいな。その中を走り抜けろと。これ。走り抜ける、させられるのかな。なんか開いた。どっか開いたね、今、後ろがね。あ、ここが開いた。あれ？あ、ここ、あ、なるほどね。帰れるんだ、一応、ここから。あ、なるほど。お帰りはこちら的な。お帰りは。あ、なるほどね。じゃあ、一応、ここで一区切りと見ていいのかな。一区切りにしますか、じゃあ。なんか、すごいね、動画3本になるとは思わなかった。まさかと思うけど。まさか動画3本。そしてなんか朝から始めたのにもう5時半なんだけど。夜になるな、これね。はい。まあ、とりあえず今日はじゃあ、この辺にしておきましょうか。どこ、いつまで続くんだって言われるけど、一応まだ死んでないからね。死にそうにはなってるけどね。はい。ただもう弾がなくなってきたから、ちょっとこの先厳しいかもしれないね。ハイパーだ。もう250発しかない。はい。ということで、まあ、とりあえずじゃあ今日はこの辺にしておきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。